6月15日のケリヒメスイーツ。明日何の更新が来るかな。明日木曜日は毎週お楽しみのケリヒメのゲーム内更新の日。メンテのことは書いてないので大きい更新はないと見て、期間限定ものローテものが終わるぐらいで、スペシャルボスかな、うん、これが一応終わっちゃうから、これ関連のキラタートル系ですね。これで取れてないものがあるんだったらちょっと頑張っておいてもいいのかも。ただキラタートル自体が割と強めの敵だからね。エレメントも持ってるし、今となっては強キャラ引けたからなんとかなってるけども、当初はなかなか大変だったな。今はエレメント持ちのねキャラは結構増えたからいいけど、やっぱ闇属性光属性こういうのが出始めた頃はね、なかなか対処が大変だったね。俺最初に手に入れたエレメントキャラなんだったかな、ノアとフォンセかな、もしかしたら他あったかな。てかそもそもあまりいなかったとか、今ですら増えたとは言っても全体から比べたら結構少なめのキャラだからね。この天空人みたいにエレメント関係なしにゴリ押せるキャラとかもそこそこいるけど、やっぱりこのねダメージ軽減はでかいんで、軽減がでかいんでとか言いつつこんな雑に倒してたら説得力がないな。じゃあここはニクはシールド破壊ないよな。ノア確かシールド破壊、呪符破壊が、うん、貫きがあったような気がする。割と強キャラであっても、うん、じわじわとしか減らしていない。弱点属性ではないけども軽減のない光エレメント、えい。あ、これはミクはちょっと強かったな。単体系のライフ持ちの敵にはなかなかいい、うん、対抗になるからね。なんか程よく拮抗した戦いを見せてみたかったけども、まあケリヒメ、うん、雑に勝つか苦戦するかのどっちかだからな。程よくってのはなかなか難しいよ。しかしもう何年もインフレと言われつつ、なんだかんだで普通に楽しめてはいるから、インフレ真っ盛りのこの数年間の中でもある程度のバランスは取って、うん、頑張って作ってくれてるんだなってのはわかるよ。もうどこまで伸びるんだか、ダメージ数とかもさ、もう K とか外とかどんどんいっちゃっていいよ。ダメージ数の一番でかいゲームって何だったんだろうね。ガンダムのなんかのゲームがさ、ジョーだかまであったような気がするな、スマホゲーとかで。いい感じね、次も行くよ。僕奥長とかさ、そういう上の方の桁、うん、それこそナイウターだの無料対数だの、上の方って割とさ覚えたりするじゃないですか、無駄に。下の方もたくさんあるんですよね。下のその一重百戦の上に上がるんじゃなく下に下がる側の、ちょっと詳しくはないんだけども、うん、そっちもね調べてみると、あ、こんな呼び方あるんだってね、面白かったりするんで。さて、とりあえず明日の更新何があるかわかりません。6月ものだからね、とはいえ、うん、何があるんだろう。まあ適当に過ごしましょう。宝船系はいつまでだっけか、これのブライダル系、ブライダル系は6月16まで、ああ、終わっちゃいますね。討伐ステージと、ブライダルシップも終わっちゃうので、うん。ブライダル系を、今日頑張ってやっておきましょう。ってな感じですね。では、こんな感じで、また明日。